くるちょもちょも、くるちょもちょも、今日はいい日だね。なんか、はい、日本一の商店街あるって聞いて。ほう、日本一の商店街、うん、日本一の商店街。これ日本一の商店街というと大阪の天神橋筋の商店街と思ったんですけどどれは違うみたい。今回のくるちょもチャンネル、初の外での撮影。くるちょもの2人が訪れたのは板橋区大山にあるハッピーロード大山。よう出てるみたいで、えらい日本一を歌ってますけど、まあ、どの辺が日本一。地元の方から愛されるのはもちろん、遠方から訪れる方も多いこの活気のある商店街で、くるちょもの2人からどんなトークが飛び出すのか。まあ、でもなんかあの天禄にいるおばちゃんみたいに出てきましたけど、ね、じゃあ入っていきますよ。いや、なんかいいね、ノスタルジックな感じ。すげえよ、なやこれ。大山ハッピーロード大山や。大山ハッピーロードじゃなくてハッピーロード大山でしたね。あ、逆なんですね。いきなり吉野家すごいな。やっぱこういう商店街で帰りなんかこうドデニーとか食ってる俺どんなイメージ大阪美味しいもんいっぱいあるからな。でもなんか俺はなんかね、そうだもん、小学校、小学校の時とかは別に学校だったらすぐ家帰って真面目着替えてすぐ友達に遊びに行ったりしてた。そうなんだ。帰りっていうあんま文化なかったな。チョモは意外と真面目な学生生活を送っていたようですね。結構開けましたね。うん、なるほどね。いいね。もうこういうの大好き。こういう商店街。商店街ぐらい。今まで行った商店街の中で何が一番良かった？どこが一番良かった？この間ね、砂町銀座商店街行ったんですよ。砂町って、うん、あるある、聞いたことある。聞いたことあるっていうか行ったことあるな、うん、なんかね、すっごい道も狭くて、うん、結構なんか、それこそノスタルジックでよかったかな、うん、商店街っていうと、そうかな。なんか商店街もあるんや、あそこ。あるあるある。なんかその、こういうアーケードみたいな。あ、いや、え、なんかあれやんね、そうやんな、ないよな、上は。ないないない。せやせや、俺行ったことあるわ。あ、そうなんだ、うん。俺がまだサラリーマン時代ね。ああ、あの辺に営業行きまくってたね。ああ、そうなの。そう、あの辺だったんだね。あの辺は全然制約取られへんかったな。難しかった、難しかったって覚えてるわ。砂町砂町、うん、砂町ガードが固い。砂町にはもう行かねえこの商店街にしかないわみたいな。おうおう、チェーン店じゃなくて、なんかそういうのないかな。こうなんかさ、惣、うん、菜屋のまあなんかすげえ安い有名なコロッケとかさ、なんかこういうさ、やおや、いいね、生活や、いいね、こう昔からのね、個人店っていういいよね、すごいな。いや、もうなんかさ、うん、俺こういうぶらりロケ初めてやわ意外。まあでもあんましないよね。いや、まあまあね、普通にさ、ミュージシャンだけしてるなら。いや、そうやね。いや、だからええ経験させてもらってますよね。いや、ほんとですよ。大阪オーシャンや。ももちゃん、ありがとう。ももちゃん、すべてはすべてはいや、もう、だって俺らのやる気スイッチ押してくれたももちゃん。そうだね、確実に。あれが、ああいうさ、回転数回んなかったら、もしかしたらもう終わってたかもしれないし。いや、心折れてそれはおもろいな、もう終わったっつってももちゃんと同じように更新が止まるあ、すごい、なにこれ。いいね。うわ、いいね。絶対さ、これめっちゃ嫌いやそうだって、ね、こういうとこ立ち食い？立ち食いではないか、椅子一あるな。ちょっと待って、ちょっと待って、あの子おるやん。あ、本当だ。ハッピーロード大山の公認アイドル、まゆちゃんに大興奮のくるちょも。この商店街ではやっぱブイブイはしてんね。結構タイプみたいですよ。
みんな大山あの子で抜いてるの。ごめんね。おじいちゃんも。おじいちゃんも。長いね。まだまだよ。実はくるぶし、このロケ中ずっとトイレの台を我慢していたようです。そこにも注目してご覧くださいね。このポスターの子ってなんであんな可愛いんだろうな。好きそうだ。めっちゃ好き。めっちゃ好きや。え、ちょっとお名前とかわからんけども、あのもし万が一見てたら、見てたらね、あのぜひぜひあの概要欄から。概要欄に俺携帯の番号載せてる。この動画住所、住所、住所も載せてる。なんかブッシーが。ここでくるぶしの買い食いタイム。ハムカツなんて。トモ食いですね。バツ？ハムカツはなんかこうバズってるみたいです。そうなの。はい、はい、大丈夫です。はい、サンドさんとか、そして武士とゆかりのあるマツコさんもここで、あ、ハムカツ食ってるやん。このハムカツ美味しいと。買っちゃいました。マジでもう早くも早くも買っちゃった。ハムカツを買ってみました。ね、美味しいかな。いやー、いやー、あ、衣が美味しくてうまっ。これはうまい。なんかごめんね、歯が止めて。歯型ってエロいよ。そう、俺だけなんかそれ正義。あ、うまい。82枚ぐらい食える。あ、おいしいわ。今度82枚こうでブシに食べてもらうと思います。この薄さがいいわ。パスもより薄いから。大山の改札ピッてやりに行こうと思います。チャージできないですけど。駅員さんに言う。ほんとあれだよ、俺らもまた炎上するわ。迷惑行為。ジョーブルコ。あーはなりたくないな。ももちゃんも一歩間違えればさ、裁判沙汰じゃん。でもあれは俺らなりの応援動画やけどね。なんかみんないろいろ勘違いしてるけど、俺らめちゃくちゃ応援してるし、第2弾とかマジで待ってるからね。だそうですよ。うん、めっちゃ美味しかった。超美味しかったです。お疲れ様でした。洗い製肉。美味しかったです、うん、いいね。洗いパイセン。美味しかった。洗いパイセン、あれね、練り物系かな。お惣菜うな中。なんかちょっと嫌いな食い物とかない？なんか別にこれといってはマジであかんみたいな。マジであかん、それだけは。なんかマジであかんっていうのはないけど、そんななんか好んで食わへんっていうのは、焼いたイカと焼いたイカ、焼いたエビ。え、なんで？生と、フライしてるのはどっちもいいね。俺の前にさ、ライブでコカンから出したイカを食える。あれは食える。食えんのね。あれは食う。焼いたのがダメ、臭い。そうそうそう、匂いがね。あ、なんかもう焼くことで一気にもう匂いがダメになっちゃう。あ、結構もう終わりやで、日本一の商店街。あら、これ天禄の商店街の方がすごいんちゃう。いずれね、それも行きましょう。大阪でね、これなんかこうね、いろいろあるんですけどね。鯉のぼりとかね、もう子供の日終わりましたけどね。本当だ。鯉のぼりは特に面白い出会いもなく、これといったトークもないゆるいロケでしたが、クルチョモの2人の飾らない素の部分が見えた散歩でした。あかんかった。あー、終わりです。終わりやね。なんかうまそうな二郎系ラーメンが。はい、ジーンズメイトの終わりです。まさかの
まさかの G スレートで終わり、ライザップが買い取ったと。あ、へえ。ロゴが変わってる。まや。ということで、はい、終わりましたね。終わりました、ね。あっちゅう間に、うん、終わっちゃいましたね。意外と早いのかな。日本一っていうのは、なんかあれじゃない？あの板橋コミングに来るらしいな。ほら板橋、ほらあっち増えちゃうから。いや板橋大好き。板橋大好き。ちょこちょこ外ロケもこれから増やして、そうだね、行きましょう。どんどん、うん、あのなんかリクエストあったら、うん、あのコメント欄。ここ池とかくるちゃまのハッピーロード大山ぶらり旅でした。バイバーイ。皆様も一度ハッピーロード大山に足を運んでみてはいかがでしょうか。本日のナレーションは私、井出くるぶしが。